スパイファミリー、まあこういうのでいいんだよ。カンキッズ向けなので、とりあえずほのぼのドタバタ展開がいいんですよね。個人的には毒向こう化したところが一番面白かったですね。気楽に見れるクオリティが高いアニメなので、ライト層におすすめですね。以上、スパイファミリーのお話でした。